はい、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、私の YouTube のアップロード数っていうのは、まあ、1万超えて結構多いわけなんですけども、ただね、トータルのアップロード数が多いからといって YouTube の広告収入にはあんまり影響しないんですよ、うん、で、YouTube の広告収入で影響するものはご存知の通り再生回数なんですよね。一つの動画で数万から数十万っていうね、再生が必ずされる YouTuber さんっていうのはさすがに自分のね、暮らしを担保するぐらいの、例えば月収で10万とか15万ぐらいはもらっているんではないかなと推測されるのは、まあ必要に難くないところなんですよね。まあ私の場合でしたらね、一つの動画を上げて再生数が数千とか数万っていうのはあんまりないんですよ。まあ狙ってやるときはあります。その時はきちんと再生数が上がります。例えばね、アメ車のトランザム、これを出した時っていうのはまあ再生回数は上がるんですよ。まああんまり出さないんですけどねそのためにやってるわけではないんで、ただ狙ってやるときは必ずトランザムを出すかなっていうところはありますね。で、私の報酬なんですけども、ぶっちゃけ多分ね、日本人の平均年収ぐらいは私の動画の再生数ってあるんですよ、月間で割ると。だからどのぐらいあるかなって想像できると思うんですけども、まあ結構あるんですよ。じゃあなんでね、こんなね、50とか100みたいな再生回数でそこまでの月収が稼げるのかってことなんですけども、これね、仕組みをお話しますと、動画をアップロードした時に得られる報酬っていうのは広告収入に成り立ってますよね。まあ、ですんで私の動画にどんな広告が貼られるかってことなんですよ。私はどっちかっていうとそこを狙ってるんですよね。具体的に言うとね、私 FX の専門チャンネルやってるじゃないですか。で、FX の動画を出すと、当然ですけども、FX の口座解説の広告多分つくと思うんですよ。で、そこの報酬が高いんですよね。あと暗号通貨の放送もずっとやってますよね。暗号通貨の放送は、暗号通貨が流行っていても流行っていなくても2014年からずっとやってます。なんでかっていうと、暗号通貨のこれもね、口座解説、これもね、結構報酬高いんですよ。で、この2つ、FX と、なんですか、暗号通貨の口座解説っていう広告が多分つくだろうなと思って、この手の動画っていうのは必ず出すんですよ。まあ、ですんで私の再生回数とアランバランスな報酬が得られるという仕組みになってるんですよね。まあ、その他ね、 YouTube に関しましては、YouTube で暮らすための、 YouTube だけで暮らすための、それこそね、商品も作らないしセールスもしないし、もう集客もしないみたいなね、 YouTube の動画をどん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 出すだけで暮らしていけちゃうよみたいな、そんな仕組みっていうのがね、今お話したけども想像できると思うんですよ。で、私はまさに、生活経費っていうのは全部 YouTube で賄ってるんですよね。まあ、ですんで速稼塾ってものをなんかね、1年に1回しか、それこそね、暮れと正月ぐらいですか、12月31日ぐらいにしか売らないのに、まあ、やっていけるわけなんですよね。まあ、もちろんその他にも投資の要素とかいろいろあるんですけども、基本的にはもうちょっと、ね、知恵を使えば YouTube だけで、なんて言いますかね、日本人の平均年収ぐらいはカバーできるんですよ。で、そういうことをね、多分放送してる YouTuber さんってあんまりいないと思うんですね。まあやるとしたら再生数を上げましょうとか、チャンネル登録を増やしましょうって感じなんですけども、私の場合は両方とも別にどっちでもいいんじゃないかなと思います。アップロードした動画の内容で広告単価っていうのが変わりますんで、むしろ広告単価を上げていけるような、そんな動画を出せばいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、その他の YouTube のノウハウっていうのは私が今までね、やってきた中でのものです。これはね、他の YouTuber さんとかテキストに載ってないものばかりだと思います。速稼塾の久保哲郎がですね、なんでね、 YouTube をこれだけやってるのか、再生数はそんなに大したことないのに余裕を持って暮らしていけるのか、家を一発で買えるのか、こういったことも込みでね、その YouTube の特別講座を今ね、2つ作りました。1つはね、登録者1000人突破 YouTube 基礎講座ということで、登録者関係ないんじゃないかって言われそうですけども、関係ないんですけども、一応ね、1000人ぐらいは私の方法でやったらどうやっても取れるんですよ。だからそれを、まあ、やっていきましょうってことが一つで、もう一つがですね、これはあんまり知られてないんですけども、 3H 戦略ですよね。これ視聴者さんが増えるんですよ、再生数が増えるっていう感じですかね。まあ、そういうのをやっぱりこの2つ求めてると思うんですよ。チャンネル登録をとりあえず1000人したいとか、再生数をとりあえず増やしたいとか、そういったものは当然やります、王道ですからね。それプラスアルファ、私のように広告単価を上げていく方法っていうのがあるよってことなんですよ。この YouTube 講座もうすぐ始まりますんで、2021年の、まあ、転職のきっかけにすればいいんじゃないかなと思います。転職っていうのはハローワークに行ったりね、就職情報書を見るだけじゃなくて、インターネットに就職すればいいんですよ。まだインターネットでの就職先っていうのは無数にあって、人手が全然足りません。 YouTube などインターネットを使って情報発信する人って、まあ足りないんですよ。全然足りないんですよ。だから
どの業種、どの専門マーケットに行っても、あなたが食っていけるというかね、食っていけるどころか、もう一生分の資産が構築できると思いますよ、私は。私自身も40からパソコン始めましたからね。それまでずっと麻雀しかしなかった、麻雀屋の親父ですから。で、そっから始めて予備知識全くなくって、うわ、パソコンで食っていけないかなと思ったら食っていけたみたいなね。しかも最初の月から月収80万というね。で、最初の年には2500万ぐらいのね、年収でしたからね。Facebook と YouTube しかしてなかったんですよ。だからね、やっていけると思いますよ。これからもね、まだまだ全然情報発信者足りません。情報発信者足りないんで、まあその何ですかね、需要と供給が大きく崩れたマーケットに入っていくのはどうですかね。それこそね、需要はあるけども供給が少ないというすごいね、売り手市場のこのインターネットってところに YouTube を通じて入ってくれば、一気に人生っていうのは改善するんじゃないかなと思います。まあ今回はね、そのぐらいのお知らせにとどめておきましょうかね。もしね、 YouTube の戦略でちょっと自分も一発暮らしてみたいと、 YouTube を生活の基盤にしたいという方がいらっしゃいましたらね、まあご連絡いただければと思います。まあコメント欄に書いていただいてもいいと思いますし、まあメールをいただいてもいいと思いますけどもね、 YouTube 興味ありますみたいなタイトルで書いていただくと私の方も拾いやすいと思います。それでは今回の放送以上です。失礼します。